シメオンベクブラトビチは全粒子の大公。署名はサインブラトでカシモフハン国の第十代君主の地位にあった。モスクワ大公イヴァン4世に仕えたアストラハン王族のベクブラトとカバルダ公女アルティンチャチの子として生まれる。チンギス藩の血を引く名族女地家の出で大オルダの君主であったアフマドハンの彦にあたる。1566年に 同族のシャー・アリーが死去すると、イヴァン4世によって、モスクワ大公国の干渉国である、カシモフ半国の君主に擁立された。1571年から1573年にかけて、リボニア戦争における、モスクワ軍のパイデ攻略に参加した。1573年7月、イヴァン4世の進めによって、クシャリーノで、聖教会の洗礼を受けて、 カシモフの君主くらいから退いた。以後、カシモフの君主位は、ムスタファーリーが即位するまで空位となった。回収して、シメオンベクブラトビチと名乗ったサインブラトは、同百5 7 3年に、名門ムスチスラフスキーヤ出身のアナスタシアと結婚した。シメオンは、その高貴な血統ゆえに、モスクワ宮廷で重きをなし、イヴァン4世によって、 税務室な貴族会議の議長に任じられた。1574年、以前から、卑怯な振る舞いが多かった、イヴァン・四世は、突如、モスクワ大公くらいからの退位を宣言し、シメオンに、全粒子の大公という称号を名乗らせて、クレムジンの生新女終身大聖堂で、大冠式を行って、玉座に登らせ、自らは、モスクワ分領公イヴァーニエツと称してそのもとに、施行した。 しかし実験は以前として、ツァーリの称号を保持するイヴァンの手にあり、シメオンはその区別に過ぎなかった。この事件には、古来より、様々な解釈がなされているが定説はない。イヴァンの気まぐれや狂気、あるいは貴族たちとの対立を背景とする、辛抱遠慮に理由を返すものがある一方、シメオンが、チンギス半家に連なることから、イヴァンが一度シメオンに位を譲った後に、 改めて上位を受けることによって、チンギスハン家末裔としての権威を得ようとしたという説もある。チンギスハン家の血統は、モンゴル帝国の衰退後も、中央ユーラシアでは支配者の血脈として、申請しされていたため、この解釈にも一理あると考えられる。1576年8月、シメオンは、大公の座を1年ほどでおり、同年2番4世から、 トベリ大公の地位と分量を与えられてトベリに居を構えた。しかしイヴァン4世の死後、1585年にボリス・ゴドゥノフの策謀でトベリ大公の地位を追われて失脚した。1598年にヒョードル一世が死去すると、ボリスのツァーリ即位に反発するロマノフ家やムスチスラフスキー家がシメオンを対立候補に立てようと格索したが失敗に終わり、 オリスによって盲目にされた上でクシャリーノに追放された。修道士となったシメオンは、ソロベツキー諸島、キリロフを経て、モスクワのシモノフ修道院で寄生を送り、ラ乱時代終結後の1616 16年に、シモノフ修道院で死去した。遺体は同地に埋葬された。ロシアの経図学者は、シメオンが妻アナスタシアとの間に子を残したかどうかを、議論している。 もし子供がいた場合、その人物は、イヴァン三世の直系子孫ということになり、彼らが、ツァーリの座を引き継ぐべきとみなされた可能性が生じる。ありがとうございます。